歴代イケメンベストナイン。イケメンは賛否両論ありますよ。好みもありますし、もうこれでしょっていう感じなんで、うん、賛否両論ないです。え、ソースは俺？俺です。ソースは俺、私が選びました、はい、男が選ぶ。あ、男が選ぶね、はい、で、うんうん、女性に判断してもらおう。はいはい、いいですか。はい、先発ピッチャー、もうこれは絶対これでしょう。ダルビッシュ。イケメンだよ。イケメンです。イケメンだよね。イケメンです。イケメンだよね。ママはイケメンですけど、うん、ずるいからね。ハーフでしょ。ハーフかクォーターでしょ。ハーフ。じゃあダルビッシュ。それはイケメンよ。ダルビッシュにグランドハイアット誘われたらどうするの。やめなさいって今時のと合わせるな。じゃあ次いいっすか、はい、どんどんいきますよ。はい、次、うん、中継ぎピッチャー、はい、先発の次は中継ぎ ね、はい、いやこれもこれだ、これでしょうって感じですね。我がドラゴンズ祖父江。はいはい、どうすか。祖父江さんはイケメンですね。イケメンだよね。イケメン、祖父江さんはイケメン。よかった。中日ってしれっとイケメン多いじゃないですか。うん。そう、その代表格ですよね、祖父江さんは。じゃあ祖父江にグランドハイアットされて。キャラメル持ってきてくれるかな。ああ、キャラメルやつからね。うん、じゃあ抑え、はい。抑えはもう。抑え。まあまあこれはもうなんか。うん、いやもうみんな言うんじゃないですか。ほう、浅尾。この我が大丈夫大丈夫、中日は多くない。中日イケメン多いんです。浅尾さんはイケメンですね。しかもいまだに全く変わってないですもんね、あの方。そうね、すごい。丸ボロ吸ってますけどね、多分。あ、そうなんだ、うん、なんかギャップじゃないそれ。そう、はい、ますますイケメンやんか。どうすか、この今ピッチャー陣。いや、文句なし？めっちゃイケメン全員。文句なしだよね。文句なしです。おーし。はい。これは文句ないわ。あの、あれだよね。この辺に貼ってくれるよね。貼ってます、貼ってます。いやいやいや、イケメン、イケメンだと思いませんか？満点、満点取れんじゃない？満点でしょ、今のところ。満点取れんじゃない？はい。どんどんいきますよ。じゃあ次、キャッチャー。はい。ジャイアンツの小林。あれ？はい、ごめん。なんか、パッと浮かばなかった。今見ちゃった、思わず。見てください、小林。まあイケメン、まあイケメンだね、確かに。爽やか、爽やか。いないもん、キャッチャーでイケメン。小林でしょ。あ、まあイケメンだと思います、確かに。いつもね、かぶってますからね。活躍してないから、そんなピンときてないかもしれない。そうそう、知らなかった。イケメンでしょ？うん、イケメン。OK。うん。まあ、うん、イケメン。ね、ちょっと、大城に奪われちゃった、ね、はい。そう、もう、巨人といえば大城さんのイメージだった。あ、じゃあ、OK。OK です、OK です。OK？ はい。じゃあ、次いきますか。はい、サード、うん、ジャイアンツ坂本。まあまあ坂本さんこそいろいろあったじゃないですか。グランドハイアットじゃないけど。結婚してないよ。ああ、そっか。6億だよ年俸。イケメンだよ坂本さんはね。確かにイケメンだなと思った、うん、しかもあのあれ性格もイケメンだなと思ったもん。あのどの上さんの引退試合の時、わざとね、そう取らなかった、うん、あれも賛否両論ありますけど、私は花持たせたって意味ではイケメンだなと。大丈夫、性格もイケメンだなと思った。今5人発表しましたけど、うん、はい、ダルビッシュ、祖父江、浅尾、はい、イケメンイケメン、小林坂本、おみんなイケメン、うん、お大丈夫。どんどんいきますね、はい、じゃあ、うん、次がショート、はい、阪神鳥谷。ああ、どうですか、違う。あ、まあイケメン、あの現役見てないから、うん、そのなんだろう、今見てよ顔。まあでも普通に見たらイケメンの枠ですよね。なんかちょっと厳しくなってきた。違う違う、なんかおーってなれない。その何、活躍してるとこ見たらますます多分イケメンの増すじゃん、うんうん、それが私現役見てないから。まあ、でも普通にスポーツマンっていうか、イケメンなスポーツマン。鉄人だよ、鉄人。あ、そうなんだ。フル出場ずっとしてたんだよ。え、すごいね。鳥谷は迷宮会ですよね。迷宮会ですよね。最後ロッテ行ったのかな、うーん、阪神クビになって。
まあ、イケメンはイケメンですね。はい、よかったよかった、はい、じゃあどんどんいきますよ、はい、じゃあ内野セカンド、はい、我がドラゴンズ立浪和義、たっさん、まあ、イケメンですよね。立浪さんはね、立浪はもうイケメンですから、うん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 、今でもなんかイケメンだから、若い頃なんてもっとイケメンで人気あったんだろうなって感じするもんね。ありましたよ、スターな感じするもんね。たっさん、光源氏のガラスの10代でしたからねどういうこと、あの曲が前上曲、うん、なんか、あの打席の時の確か、まあ、ジャニーズにいてもおかしくない顔ってことですね。まあ、大丈夫ですか。たっさん、はい、たっさん、たっさんイケメンだと思います。じゃあ、うん、イケメン子多いね。ちょっとファーストはイケメンすぎるんで最後に発表します。はい、外野、外野、はい、ソフトバンク柳田。ああ、どうですか。まあね、性格含めいいと思います。あれ、なんかピンときてない。あんまりピンときてないけど、なんか性格が面白い、天然、うん、って聞いたんで。いやいや、顔だけですから今回のジャッジ。顔、性格がどうでもいい、顔。ああ、私はピン来てない、来てないですけど、すいません、ファンの方いたらすいません。え、1位は浅尾、やっぱり。あ、今んとこ、うん、ダルビッシュじゃない。ダルビッシュか。ダルビッシュじゃない、浅尾じゃない。イケメンだもん、ダルビッシュさん。あ、じゃあ今んとこダルビッシュ、うん、まあ、浅尾さんもイケメンだけどね。いや、まあね、イケメンだわ。はい、どんどんいきますよ、はい、外野、はい、もうこれはもうね、決定でしょう。ジャイアンツ高橋由伸。ああ、甘いマスクですよね、うん、どちらかといえばスターですよ、スター。うんうんうん、もうイケメンな枠じゃないですか。かわいいにも入りそうじゃない、なんか偉そうですね。ちょっとすいません、すいません、偉そうに、すいません、すいません、あの、何、年齢も違いすぎるし、ピンとこんのよ、こんの、うん、まあ、イケメンだと思います、イケメンだと思います。何人にいてもおかしくなさそうな。だって立浪、うん、高橋、監督経験者ですね。確かに。じゃあ外野手最後、はい、新庄監督コーナーなのここ新庄さんは好きだよ、イケメンだと思う。イケメンでしょ、うん、イケメンだ。ちょっと歯白すぎるけど、うん、最近どうですか、ここまで。あと一人なんですけど、あと一人、ここまでどうですか。イケメン多いでしょ、うん、これすごいよ、これ。これなんか試合やったら。まあまあ確かにね。チームイケメン。しかもあれでしょ、その、なんだろう、腕もすごい人が多いですよね。すごいすごいすごい。ね、ほら、このイケメン。イケメンですね。うん。監督どうしようね。うん。ああ、監督、監督立浪にやらせる。選手兼監督。選手兼監督。まあ、そうね。まあちょっとファースト発表しますね。はい。これ多分もう一番ですね。いいですか。はい。外。どういうこと？外ですね。外選手。ロッテに行った外。外。ちょっと見てよか。俺イケメンでしょ。お、うん。外国人。うん。外国、フルな外国人はずるくないかい？なんで？あ、でもイケメンでしょ外。めっちゃいい笑顔してるね。外ね。うん。あ、こういうお顔だったんですね。ピントは来てなかったですけど、言われるまで。外イケメンでしょ。言われるまでピント。え、じゃあさ、うん、A の話さ、ビッシーでもいいってこと？いやいや、外の方がイケメンじゃん。絶対。まあ、顔濃いな。もう一回言うね、うん。ピッチャー、ダルビッシュ。うんうん、中継ぎが祖父江、うん、抑え、浅尾で。キャッチャー、小林。はい、ファースト外、はい、セカンド立浪、はい、サード坂本、はい、ショート鳥谷、はい、外野が高橋由伸、新庄、はい、柳田、はい、これどうですかこのベストナイン。イケメン判定ありますか。まあいろんなご意見あると思いますけど、どうですか。私のが思う一番のイケメンは、うん、やっぱダルビッシュさんかな。マジ、うん、あ、そう。球団の垣根超えていいってことだもんね。いいよ。で、中日3人もいるんですよ。イケメンだけどね、みんなね。祖父江、浅尾、立浪。うん。ジャイアンツ、坂本、小林、うん、吉野、うん、ジャイアンツと競ってます。うん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 。うん、あとは。あとは、あ、阪神、ダルビッシュ、ソフトバンク、新庄。うんうんうん。日ハム、
日ハムね、柳田ソフトバンク、森谷阪神、外はロッテなのかな、なんかいいね、オールスターじゃん、軽い、でもイケメンが多いんですよ、中日。中日は多いね、確かにイケメン。でもあれだよね、イケメン総選挙はなぜかあの柳さんが2位になるっていうね組織票を持ってるっていうねテレビで言うとりましたけど、この間どうしますか、はい、次回逆やりますか。え、どういうこと。ゲテモノベスト。やめなさいよ、失礼失礼やめなさい、本当に失礼極まりない。どうしますか。やりません。やりません。やりません。これはね、男性からと女性からあると思いますけど、いやいや、ぜひぜひコメントで、この人もイケメンでしょうがっていうのをぜひお待ちしております。チャンネル登録よろしくね。